長年にわたり地域の安全に貢献してきた警察官を表彰する香川県民の警察官に、香川県警察本部地域課移動交番係の牛島克志巡査部長が選ばれました。牛島巡査部長は1988年に県警に採用され、2012年から地域警察部門で勤務。その後2020年4月に県警に新設された地域課移動交番係に配属されました。選考会では移動交番の機動力を生かし、県内各地で地域住民の相談に当たったことや、登下校時の児童の見守り活動に精力的に励むなど、安心して生活できる環境の実現に貢献したことなどが評価されました。表彰式は12月19日に行われます。